スルドがここに来なかったか。もういねえよ。ゾロゾロ手下と一緒にやってきて、自分の船に乗り込んで出て行っちまった。こっちとらぶっ殺されるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。くそ、間に合わなかったか。奴らを追いたいのか。だったら船を出せ。あんた、船を扱えるのか。ずっと光目にこき使われてばかりだったけどな、一通りのことはできるよ。どんな危険があるかもわからない。船だけ提供してもらった方がいい。おいおい、あんたらがどれだけ強いか知らんが、船ってもんはそんな甘くねえぞ。素人が操ってみろ、港から出る前に沈没しちまう。時間が惜しい、お願いしよう。よし来た。俺はマハバル、準備しておくから声かけてくれ。夢みたいだ。生まれて初めて自分の意志で操船してるんだぜ。こんな日が来るなんて思ってもみなかった。ありがとうよ。礼を言うのはこっちだ。追いつけそうか。あちらの船はバカでかい分足が遅い。対してこっちは空っぽで船足が軽い。行き先にもよるが、なあ、なんとかなるだろう。スルドの船にもダナ人が乗っているのか。どうかな。なんでもあの船はスルドの2番目の城だっていうし、城にはダナ人は入れないしな。まあレナ人だけであんなデカブツ扱いきれるか怪しいもんだが、何にせよ追いつくまでしばらくかかる。それまで好きに過ごしててくれ。海に落ちなさんなよ。念のため船の中を一通り調べてみたけど、特に怪しいところはなかったぜ。そうか、助かる。初めてカラグリアを出た時、世界ってのはなんて広いんだって思ったよ。俺もカラグリアの壁を壊してその向こうを見た時そう思った。だが、ああ、この海の広さってやつはなんていうか桁が違うな。親父も見たら驚いだろうな。ロア、親父が死んだ時最後に何て言おうとしたのかずっと考えてるんだ。ああかもしれない、こうかもしれない、でもそれって俺の願望でしかないかもしれないだろ。そんなこと考えてると、今度はああしとけばよかった、こうしとけばよかった、そんなことばかり浮かんできて、いつまで経っても答えが出ないんだ。リンウェルのことだってそうだ。思わずやっちまったけど、本当に正しかったのか、話をややこしくしただけなんじゃないかってさ。俺本当にバカだよな。俺は時々こんな時ジルファならどうしただろうって思うことがある。ジルファだったらリンウェルを止めなかったと思うか。いや、親父だって絶対止めたと思う。そしてお前は同じことをしたんだ。ジルファはきっと誇りに思っている。アルフェン、お互いジルファに向かって胸を張れるよう頑張ろう。俺たちにできるのはそれだけだ。ああ、ありがとうアルフェ。いちいち絵になるな、あんたは。見る側の主観まで責任は負えんな。アウメダラのことはよく知っているのか。ご期待に添えるほどではないな。レネギスでスルドに選ばれた後、何度か顔を合わせた程度だ。レネギス、今地上で起きていることはどこまで知られているんだろう。全て把握されていると思うべきだろう。生還の理由は不明だが、あるいはこれもスルドブリガの一環とみなされているのか。アウメドラのやったこともか。これまでもあんなことが当たり前に繰り返されてきたのか。私が知る限りではない。スルドブリガは精霊力の量を競い合う。そのためには奴隷の存在が欠かせない。みだりに殺せば勝利が遠のくだけだ。ならアウメダラはどうしてあんなことをしたんだ。さてな、スルドブリガの終わりが近いと見て勝負に出たか。
労働よりずっと手っ取り早く大量の精霊力が得られる。その代わり大勢の奴隷を失うから後が続かないわけだが、人間が虚水化するほどの搾取は本来スルドブリガにあっては想定外だったはずだ。そんなにしてまでなりたいものなのか、レナの王というのは。なんといっても我々の頂点だからな。その意味では彼女の振る舞いも理解できる。やり口としてはおぞましいことこの上ないが。あんたからそう聞けてホッとするよ。メナンシアのことなら単に度胸が足りなかっただけかもしれないぞ。悲鳴を聞きたくなかっただけなら耳を塞ぐだけでもよかったはずだ。無理やり私を善人にしようとしているな。断っておくが、私はそんな上等な人間ではないぞ。だったらなぜあの死の湖にキサラの声に動揺したんだ。なぜミキウダの願いのため同胞を相手に戦う。皆ダナ人じゃないか。そういう君はどうだ。ミハグサールで何を見た。デダイムのあれは解放とは違う。自分に従わない者を敵とみなすのは300年間レナがやってきたのと何も変わらない。私が見たのはダナ人同士、レナ人同士の中にさえ争いがあるという現実だ。メナンシアのレナとダナの真の共存。努力はするつもりだが、その壁は高い。できないと思っているのか。君はできると思っているのだな。俺たちは敵か。少なくとも剣を交えてはいないな。それじゃ不足か。何を無邪気な。まあいい、しばしは付き合おう。そう決めたのだからな。顔色が悪いみたいだな。大丈夫か。この床ごと揺れるというのはなかなか答えるな。お前は平気なのか。そういえば何ともないな。痛覚がないせいかもしれないな。ニズデのこと今でも信じられない。いくらダナ人に対するスルドの仕打ちとはいえ、あそこまで人の命をもてあそべるとは。ああ、だがニズに会ったのはそれだけじゃない。デダイムだな。レナの支配に対する怒り、それが俺の戦いの始まりだった。レナは悪、最初はそれでよかった。だがシオンやメナンシアの人々を見るうち、だんだんわからなくなった。そしてダナにもデダイムのような男がいた。ダナだから正しい、レナだから悪い。所詮虐げられた側の思い込みでしかないのかもしれないか。ああ、レナの支配は許せない。だがどちらにもいろいろいる。少なくともそれが俺の見てきた真実だ。仮にデダイムがもっとまともな人間だったとしても300年の支配から逃れられるかもしれない。そんな誘惑を前にダナ人が冷静でいるのは難しかった気がする。私がメナンシアで理想に飛びついたのも根は同じことだ。少なくともキオハリムに悪意はなかったんだ。罠として仕掛けたアウメドラとは違うだろう。私が言っているのは受け止める側の問題だ。私たちはあまりにリンウェルから聞いたのだが、レナの侵略を受ける前はダナ人自身が支配するものとされるものに分かれていたそうだ。デダイムの態度はまさに支配するもののそれだった。バエフォンの話じゃ彼も最初は違ったらしい。それが支配者と戦い続けるうちに変節してしまった。レナの支配を倒しても結局そこに戻るだけなのだとしたら、この戦いの意味とは何なのだろうな。キサラが追い求める理想郷はそれとは違うだろう。だといいのだがな。今のところ正直雲をつかむような気分だ。あんたにはミキウダの意志がある。故郷もメナンシアの人たちだっている。そうだな。
今も信じている人々、それにお前たちもいる。俺たち？お前とシオンだ。どういう意味だ？変なこと言ったか？今の私にとって一番身近なダナとレナが共存している例なのだが。言い争いしかした覚えがないぞ。案外そういうところに答えがあるのかもしれない。そういうキサラこそ。酔いが戻ったようだ。すまないが少し休ませてもらう。ローは大丈夫かな？気になるなら直接話してみるといい。うん。それと謝らないとだよね、アルフェンたちにも。俺たちにも？だって私ずっと嘘ついてたんだよ。敵討ちのことしか本当は考えてなくて、でも一緒に戦ってるようなふりをして。誰だって人に言えない事情の一つくらいある。それにリンウェルの力には随分助けられてきた。あれはフリなんかじゃなかったはずだ。そういう意味じゃなくて。分かってる、アウメドラのことだろ。うん、やっぱり憎いよ。あいつのことを考えるだけで頭の中が燃えるみたいになる。でも今はその度にローのあの顔が浮かぶんだ。親の仇のスルドを憎んで、その仲間のレナ人を憎んで、それなのにシスロディアじゃダナ人同士が疑い合って、ミハグサールじゃデダイムみたいなのがいて、ローやシオンがいて、もう何が何だかわからない。ローはアウメドラを許せと言ったわけじゃない。大切な人を殺した相手が憎いのは当然だ。ただただあいつは父親への怒りで故郷を離れた。そのせいで父親とジルファと和解の言葉を交わせないまま死に別れたとあいつは思っている。多分その気持ちは仇のガナベルトを倒しても晴れることはなかったんだ。あいつは勢いに流されて何かをすることの怖さを知っているんだ。怖さ。アウメドラのことはリンウェル自身が決めるしかないし、俺はそれを尊重したい。だがとにかくよく考えるといい。時間はまだある。ありがとう。ねえ、私あの時シオンに怒られたような気がした。本当にそれしかないのか、もっと周りに目を向けてみろって。でもそういう彼女はどうなんだろう。シオンには何があるのかな。それはよく知らないんだ。あまり自分のことを話さないし。憎しみは力をくれるって、何がそんなこと言わせたのかな。ずっと誰かと手も握れないのってどんな感じなんだろう。あまり乗り出すと落ちるぞ。
アウメダラの船を探しているのか。海を見ていたのよ。海を？そう、波を思い返しながら。シスロディアの冷たく白い峰、メナンシアの豊かな緑、カラグリアの苛烈な荒野さえ、大地は脅威に満ちている。でもメナンシアの死の湖やニズの荒廃は、あれをもたらしたスルドブリガは間違っている。二度とスルドブリガが起きないようにしたとして、それでどうなるんだろう。ダナとレナは、あなたはどう思うの？俺はメナンシアで見た可能性を信じたい。いつまでもこんな争いが続くのは馬鹿げている。あの国でできるなら他でもできるはずだ。そうね、私もそうなればいいと思う。そう思えるようになった。随分変わったな。正直に言うと、最初はダナ人を見下していたのは事実よ。でもここまでの間に見てきたいろんなもの、醜いもの、嫌なものもたくさんあったけど、それは必ずしもダナのものばかりじゃなかった。そしていいものの全てがレナのものでもなかった。気高さ、残酷さ、そこに種族は関係なかった。そうね、私は変わったかもしれない。こんな風に自分から誰かに触れようとしたこともなかった。シオン、レネギスに行った頃から私はずっと一人、ダナに降りてからもずっと。今もか？あなたの記憶はまだ戻らないの？ああ、戻りそうな感覚はあるんだが、仮面が邪魔してるらしい。記憶が戻ればその仮面の正体もわかるかもしれない。そう思うと皮肉ね。まあな。シオンの方は茨が溶けるまでもう一息だな。スルドはあと二人だ。そのマスターコアが手に入れば、例のレナス・アルマができるんだろ。そうすれば茨も。シオン、ごめんなさい、何でもないわ。そうね、終わりは近い。私一人ではここまで来るのは無理だった。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。礼なんて必要ない、俺たちは仲間だ。そうだったわね。よう起きたか。ちょうどいいところに来た。見えたぞ。あれか、でかいな。ロー、みんなを集めてくれ。
気づかれずに横付けできるか。ああ、幸いヨギニが出ているからな。あとは音で気づかれなければってとこだ。気づかれたらどうなる？そりゃあまあ、逃げる間もなく海の藻くずだろうよ。できたか。やはりハエとはいえ確実に潰しておくべきであったの。うるそうてかなわぬ。もう腹が空いたか。よい、わざわざ餌の方から出向いてきたようじゃ。いいぞ、うまく横付けできた。いつでも脱出できるように俺はここで待機しておく。よし、行こう。アウメダラを探すんだ。このバカでかいのはなんだ。ひょっとしてこの船の機関部か。ご明察だ。これだけ大きな船となればこうもなろう。ってことはこれをぶっ壊せばこの船を沈められるかもしれないな。その前に我々が脱出できるかどうかはともかく。7年の間にアウメドラはこれだけのものを作ったのですね。いや、彼女ではあるまい。この船はアウメドラが作ったんじゃなかったか。船体はそうだ。だが機関部はおそらく星船のものだろう。星船？レネギスとの行き来に使われる星船のこと？レネギスや星船に用いられている技術は普段我々が扱っているものより数段高度だ。いかにアウメドラといえども自前で作るのは容易ではあるまい。それってつまり空の上には今よりもっと厄介な敵がいるってことか。頭痛くなってくるな。今それを考えても仕方がない。アウメダラのことだけに集中しよう。ここだけやけに立派だな。この部屋は修霊機といい、このこれ見よがしな杖の尽くしぶりといい、アウメドラの居室と見て間違いあるまい。だがもぬけの殻みたいだな。ああ、たまたま外してるって感じじゃなさそうだ。逃げ出したか。また何か企んでいる可能性の方が高いでしょうね。あり得るな。どの道空を飛べるのでもない限りこの船のどこかにいるのは確かなんだ。他を探そう。いたぞ、アウメドラだ。こんな場所に一人。気をつけろ、また何か企んでいるかもしれない。マジくたびれたわ。おや、結局お前も来たのか。ダナのアウメドラ、どうした。わらわが憎いのであろう。その力を存分にわらわにぶつけてみやれ。さなくばおとなしく縮こまっているがよい。やめろ。お前はなぜそうやって笑いながら他人を傷つける。それが力あるもののあり方、レナのあり方だからじゃ。力あるものはそれを示し、力なきものはそれにした。そちらの二人は忘れ果てたようだが、行き着く先が巨水の海でも
まだそれが正しいというつもり？た奴隷の運命とわらわのそれはおのずと異なる。それにニーズの奴隷を煽ったのは確かにわらわだが、どれほど風で煽るか、そこに火種がなければ火は燃えたた。言うなれば、あれらは己自身の憎しみによって滅んだ。わらわを責めるのはお門違いという運じ。心に染み一つない奴なんているもんかよ。それでもお前みたいな奴がいなきゃ踏み外すこともない。一番邪悪なのはお前みたいなやつだ。愚か。これだけ我らに挑み続けてもまだレナの何たるかを理解できないとは。300年奴隷に甘んじるだけのことはある。アウメドラ、これはティオハリムキ。我が友人たちを愚弄するのはそのくらいにしていただこう。かくいう御身はすっかり下船の真似事が板についたご様子。言うにこと書いて奴隷を友とは。なるほど、今の御身には鋭よりルタクの身こそふさわしい。ティオハリムはお前なんかと違うよ。リングル、人を溶かして笑うお前なんかと同じなもんか。ならばどうする。知恵と力を枯れるに任せた愚かな輩の末裔が。お前たちは恐れたが、わらわは恐れぬ。わらわは知恵を、力を滑る。ミア、その力がどれほどのことを成し得るかを。メズメルド。
しもべに力を注いでいるのか。来るよ今だ。抜けろ。終わりよ。まとめて回復するわよ。天空ソウルスパ決めてやる。殺さないよ。リンウェル。行くよ。やっぱり。そんな簡単に捨てられない。でも、ここでただ憎しみをぶつけたって。気が晴れるのは今だけだって。そう思ったから。だから、殺さない。捕まえて、
今度こそちゃんとした裁きを受けさせる。情けをかけてわらわを侮辱する気か。ダナの奴隷の分際でわらわは断じて。あんたの意志なんかどうでもいい。ダナかレナかもどうでもいい。ただ罪を罪として償わせる、それだけだよ。あの時の、ボルランキはなぜここに。いえ、大自在の御身のこと理由は問いません。わらわは御身に。耐えずるな、蛇名が。痛いか、その苦痛こそ孫を刀奇声の証。楽しめ。数年前、ガナス・ハロスのスルドが急死し、後任がついた。その時聞いた名が、ボルラン。来たぞ。恋焦がれる者のごとく。
とだ。やっとこの地獄から解放される。帰れるんだ。この機械の館も見納めか。どうせすることもない。少し歩こう。俺はただ帰りたかった。ダナに、ふるさとに。アルフェン。ネビ。
みんなは。探さないと。相手にらしくないよ。生きているようだな。大丈夫かね。ああ。とにかく無事でよかったよ。アルフェンが最後だったから。この先にティスビムって村があるんだ。ロート・キサラもそこにいるよ。ここはどこなんだ。ガナス・ハロス、ボルラーンの国だよ。くしくも敵地に流れ着いたというわけだ。この際、運がいいと思うべきだろうな。運、シオンを助けるにはってこと。シオン、あ、そうだ。あ、ねえ、本当に大丈夫？なんか変だよ。どうやらお疲れのようだ。話の続きは村でしよう。ティスビムはちょっと変わった村なんだ。ダナの村なんだけど、スルドの支配を受けていないんだよ。逃げ出した人たちがこっそり作った村なんだって。この辺りはさ、はぐれズーグルの縄張りがたくさんあるから、その隙間にうまく作ったみたい。でもそのせいですごい警戒されちゃってさ。それでキサラとローは説得のために残ったんだ。あ、そういえばアルフェン、仮面が全部取れたよね。あ、通覚も戻っているようだが、関係あるのかね。そうなの？住民は我々がスルドの手先でないと納得したかね。ああ、どうにかな。船が沈んだ時はどうなるかと思ったが、これで全員揃ったな。うん、シオンを助けに行けるね。その前に話しておきたいことがある。俺の記憶が戻った。それで何を思い出したんだ。今話さないといけないことなのか。慌てるな、ロー。俺はかつてレネギスにいたんだ。聞こう。
らわれたんだ、ダナから。帰りたければ協力しろと言われた。帰りたい一心で俺は応じた。その結果、俺は王になった。スルドブリガを勝ち抜いたというのか、ダナの君が。そうじゃない。おかしな施設で実験台にされただけだ。他にも何人かいたが、皆死んだ。残ったのは俺だけだった。無論、本当の王様じゃない。それどころか、奴隷以下の扱いだったよ。俺が生きていられたのは、ただ、王の力を身につけることができたからに過ぎない。アウメドラの船で君に浮かんだ紋章は、紛れもなく王のものだった。なるほどな。炎の剣も時折見せた妙な力も、皆王であったがゆえか。だが、何のためにレナ人たちはお前にそんなことをしたのだ。王の力とは何なのだ。奨励の儀という儀式に必要だと言われたよ。そのための力の使い方を教えられた。だが、儀式そのものが何のためなのかは分からずじまいだった。けどそのレネギスにいたってことは、やっぱりシオンと会っていたんだな。あ、ほら、出会う前から見覚えがあったって言ってたろ。でもシオンは違うって言ってたはずだよ。レネギスで会ったのはシオンじゃない、ネビリだ。奨励の儀で王と対になる巫女に選ばれたレナ人、夢に出てきたのは彼女だったんだ。巫女？それは。それじゃあそのネウリーって人がシオンと同じ顔をしてたってことか。一体どういう関係なんだ。ネウリの仮名はアイメリスだ。アイメリス、シオン・アイメリス。親戚か何かってことか。それともまさか姉妹。どうかな。とにかくあれはネウリだった。彼女が俺に仮面をかぶせた。あの仮面か。何のために。俺の心が壊れるのを防ぐためだ。俺がレネギスの人々の命を奪ったから。命をって、反抗して戦ったのか。君の言う奨励の儀と関係があるのか。わからない。ただ儀式の目的が何だったにせよ、それはうまくいかなかったんだ。儀式の最中に俺の意識は途切れた。気がついた時にはレネギスは火に包まれていて、目の前でネビリが泣いていた。何人手にかけたか見当もつかない。だが下手なスルドよりも少ないってことはないだろう。そんな話を信じろっていうのかよ。オーダのレネギスタの、いくらなんでも無理がありすぎるぜ。どうかな。古い記録によれば、その昔
レネギスそのものが反対するほどの恐るべき災厄があったという。その再建には多大な時と労力を要したとも。昔とは？スルドブリガは愚か、我々レナがダナに到来するよりさらに前、300年以上前のことだ。300ってなんだよそれ。そうか、俺は大昔の人間か。うすうすそんな気はしていたよ。アルフェン、傑作だな。故郷に帰りたい一心で自分をさらった相手に協力した挙句大勢死なせて、それも忘れてようやく思い出した時には300年が過ぎていたときた。理不尽と戦ってきたつもりの俺自身の手が誰よりも汚れていたんだ。よせアルフェン、正直どこまで理解できているのか自信はない。だがお前は今混乱している。リソラ、今のお前には時間が必要だと思う。事実を受け止め整理する時間が、おそらく私たちにも。けどシオンは。シオンのことも心配だが、今のアルフェンはまともに戦えるように見えない。敵はあのボルラーンだ。挑むなら万全で臨むべきだ。それまではこの村にとどまろう。皆もそれでいいか。一人で考えるのもいいが、私たちでよければ相談に乗ろう。どれだけ辛くともお前は一人ではない。すまない。よし、ではひとまず解散だ。